こんにちは、丘の上のみぽりんです。今回の動画では約1ヶ月前に私のバースデーランチで訪れたラ・アベニールさんの様子をお届けします。普段は結婚式場なので、まるで日本にいるとは思えない別世界のような雰囲気で特別なひとときを過ごすことができました。お料理も普段はなかなか味わえないフレンチ料理で、最後にはなんと10種類ものデザートをいただくことができて、とても素敵なお祝いになりました。ちなみにこれはパパのサプライズですと言いたいところですが、お店のセレクトからバースデープレートのお願いまで全部自分でやりました。で、今回は食事の最後にパパから私にお祝いの一言というふうに、パパにとっては少しハードルの高い無茶ぶりを仕掛けまして、果たしてパパは何というのか、ぜひ最後までお楽しみください。あ、ちなみに X をフォローしていただいている方はお分かりかと思うんですけども、こちらですね、1400円の百合が綺麗に咲いております。そう、この百合400円だと思ったら1400円だったっていうね、ちゃんと動画のネタにもなりまして、ピンチはチャンスです。はい、というわけで本編スタートです。違うか、いや、ここだよ。ほら、来てくれた。駐車場、あちらに白い車が見えると思うんですけれども、はい、こちらの隣にあの駐車をお願いいたします。うわ、素敵、別世界。ここはフランス、アベニールガーデンさんに行きました。店員さんが10分前ぐらいからお店の前に立って待ってくれていました。何これ。はこの釜で調理して提供してくれるらしい。あ、すごい、この釜を使って焼いていただけるんですね、はい、あ、すごい、はい、これを段差というこの素晴らしさ、うん、これが段差です。お姫様席をいただきます。どう、こんな空間があるんだよ、駿河区に。結婚式場か。あ、そうそうそう、普段は結婚式場で使われてるのかな。魔法にかかった美味しい前菜が来ました。いや、いただきます。うん、スモークの匂いがする。イクラがスモークされると本当に美味しいんだね。うん、美味しい。はい、失礼いたしました。こちらがオクシスのシカちゃんを使ったお料理でございます。落花生の香りがいい香り。ポルチーヌかね、香りがすごいね。鹿の肉ってこういう感じなんだね。全然臭みなくて美味しい。土日はもう基本結婚式。結婚式がやっぱりないですね。そうですか。で、結婚式がない場合は、うん、土曜日、日曜日、祝日でもレストランを開いてます。あ、そうなんですか。パンですが、上がライスピパン、下がフランスパンとなっております。あと、あとバジルソースをご準備してございまして、バジルソースの中にはオリーブオイルとバジル、松の実、チーズ、ニンニク、アンチョビなどが入っております。ライ麦パンにバジルソースをつけようかな。うーん、おいしい。こちらがスープでございます。シルクスイートのスープです。うん、フランス人になった気分だ。いただきます。おいしい。いただきます。うん、ネギがおいしい。ネギおいしい。うん、アスパラとスプーン、うん、キャベツ、すごい分厚いかも。表面はバリバリです。
ジューシー、弾力があって美味しい。ぶどうが焼いてあります。欲しい。うん、美味しい。凝縮してるね。フルーティー、バルサミコとよく合う。アスパラがシャキシャキ、美味しい。うん、鴨の皮がとても美味しい。まるで宮崎の地鶏を食べているかのようです。わかる。かわいい。美味しかった。ありがとうございます。嬉しいです。いいですか。じゃあちょっと動画のままなんですけど、じゃあ旦那から一言私にちょっと言わせるので、その様子をなんか絶対撮ってもらっていいです。ここをね持たないとね、ウィンウィンってしちゃうんで、ここを。37歳じゃないです。35歳。何でガチボケ。これから。楽しい。そうだね、それが一番だね。楽しいが。ありがとう。おめでとうございます。私がオーダーしましたから。こんなに可愛いのが来て嬉しいです。すごい。10種類から選ぶのすごいね。でも10種類でもいいと。レアチーズ以外。やかましい。全部食べてもさ、ケーキ 1.5 個分ぐらい、2個分ぐらいかな。罪悪感もあんまなく食べれますので。10個いただきます。ありがとうございました。ここが映っていいですか。あ、いいですよ。鴨の表面がパリパリで、すべて表面は石窯で焼き上げてます。そうですか。もう気になったのがなんか皆さん、いちいちあっちなんか行かれてる。雨の日どうするから。雨の日は差しが出て。あ、そうですか。差しが出るから大丈夫なんですね。野菜の旨味がすごい凝縮してたんで、時期愛線と、あとは下茹でしないでそのまま節約行って、凝縮してるんですね、人間なんで。どちらからいらっしゃった。もう全然静岡市鶴岡区で。あ、また恥ずかしいぐらい近いんですけど。ぜひぜひ。はい、知らなかったです。うん、本当ですか。今日プールね、掃除の人だったんで、ちょっと抜けちゃってる。プールはなんかこう見るプールですよね。そうね、ナイトプール的な感じで。ナイトプール的なあたりですね。最後水抜いてあるプール取って帰ろう。汚いかも。プール落ちない。ということで、美味しくて日本じゃないみたいな、静岡じゃないみたいな感じ。言い過ぎや。ぜひ皆さんもちょっと特別な記念日とかぜひ利用されてみてください。すごい良かったね。うん、そう。リフレッシュしたよね。リフレッシュした。日常からかけ離れて。確かに。というわけで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらグッドとチャンネル登録お願いします。それでは。